東京都交通局 E5000 系電気機関車は2005年に登場した東京都交通局の事業用電気機関車である。日本の地下鉄市場初の機関車である。当初、東京都交通局では大江戸線の車両の重要部検査、全般検査の施行できる工場施設を騎場車両研修場に建設することを計画していたが、建設費用がかさむことや、 浅草線のま込め車両研修場の改修が予定されていたことにより、機関が同一で、どちらも電化方式が架空電車線方式である、大江戸線と浅草線との間に、潮止め連絡線と称する連絡線を建設することとした。しかし、大江戸線と浅草線は機関こそ同じだが、大江戸線が鉄輪式リニアモーター駆動、浅草線が 通常の回転式電気モーター駆動で走行方式が全く異なり、大江戸線の車両は軌道側にリアクションプレートがない浅草線内を自走できない。また、大江戸線はリニアモーター駆動の採用で小型化を図っており、車両規格が浅草線より小さく、浅草線の一般車両が大江戸線へ乗り入れることも不可能である。そのため、 大江戸線浅草線の両線を直通できる、牽引用の電気機関車として E5000 型を製造し、大江戸線の車両を連絡線経由で、孫ご車両研修場へ改装する列車を運行することとした。なお、大江戸線内でも回転式電気モーター仕様となるが、自走自体は可能である。汐留連絡線は、大江戸線汐留駅を起点とし、 JR 横須賀線東京トンネル直上、環状2号線道路、東海道新幹線、東海道本線の直下を横断し、浅草仙台門駅新橋駅間を終点とする。2006年4月1日に完成し、使用を開始した。単線箱型トンネル構造で延長は483メートル。 途中半径80メートルの曲線や約48パーミルの勾配がある。2005年3月に2編成が川崎重工業で落成し、JR 線による公衆輸送、トレーラーによる陸送などを経て、マゴメ車両研修場、木場車両研修場からそれぞれ搬入された。東京都地下鉄建設が発注し、落成後に東京都交通局に譲渡の形を取った。 その後は搬入された浅草線、大江戸線において深夜に性能試験を実施したり5300型や12から000型との並結訓練を実施した。そして E5003E5004 は2006年1月20日終電後に高松車庫から潮止め連絡線を経由して孫ごめ車両研修場まで自力改装された。その後は 同年3月末まで12から000型との並結試験や各種訓練を行ってきた。そして、同2006年4月1日に入籍し、本形式の本格的な運用を開始した。大江戸線12の000系、または12から600系の入り出場階層の際に、当該車の先頭部に連結される。入場する大江戸線車両は、潮止め駅の引上げ線に入線して、 E5000 型を連結し、塩止め連絡線を経由して、孫ご車両研修場まで改装される。出場時は、これとほぼ逆のルートとなるが、一度新橋駅まで入線し、同駅の非常渡り線で折り返して、塩止め連絡線を経由して、塩止め駅構内の引上げ線まで改装される。なお、本形式は、大江戸線を通常の粘着式運転で、 自力走行可能であるが、試運転以外で動線を単独走行したのは、前述した E5003E5004 が2006年1月に、光が丘西間米間を走行したのみである。本形式は、大江戸線車両や浅草線車両を牽引できる性能を持つ。被牽引車両はパンタグラフを下げ、無動力状態で改装される。本形式からは、元空気管、制御電源、 ブレーキ、インターホン、アイズブザー回路が接続される。これにより、本形式からの指令により、連結車両の空気ブレーキを総括制御させる。さらに、両車両間の連絡用のインターホン、アイズブザーを相互に使用することも可能である。車体は普通構成であり、車体と色は、ストロベリーレッドである。これは、 浅草線と大江戸線のラインカラーの中間の色に合わせたものである。車体側面は搭載機器の点検用にステンレスの全面開き戸になっている。車体断面は浅草線より小さい大江戸線の車両限界に合わせてあり、車両限界を有効活用するために屋根剣部を直線上とし、また機能性を重視して直線的な車体形状としている。全商灯。 尾刀は、総下部に配置し、上部には、事業用車ながら急行灯が設置されている。潮止め機引上げ線の線路長の関係から、2両編成で25メートル以下の全長となっている。軌道の重量制限から、軸重は10.5トン以下に収めている。先頭部の連結器は、周り越し機密着連結器であるが、新幹線用のものと同じように位置決め用の突起が、 丸くなっているのが特徴である。高さを可変させることが可能であり、通常は高さ5 5 0ト、mm、ルの大江戸線に合わせているが、高さ8 8 0ト、mm、ルとして連結アダプタを使用することで、浅草専用の車両と連結することもできる。この連結器は、自動開放シリンダー付け密着連結器であり、電気連結器も設けられている。 さらに作業用監視カメラと作業灯を設け、連結作業の効率化を図っている。また、新生時にはなかった K66A 型ジャンパ連結機が、牽引車両とのアース線の接続のために、連結機横に追加されている。運転台は片側にしかなく2両を背中合わせに永久連結して運用することから、すなわち2両一組である。 車体内部は運転室と機器室に分かれている。工述する搭載機器はこの機器室内という下に分散して配置してある。機器室内は中央に点検通路を有しており、各車両ごとに搭載機器は同一場所に設置されている。このため、上部から見た場合に2両の機器は点対称に配置されている。2両間の連結部には扉があり、通行できるようになっている。 この貫通ロブは、ひさしと、3イ板、他に転落防止用の保護棒と保護差を設置している。運転室は運転士の操作性、機能性、視認性を重視して設計されている。運転室内は白色系の配色であり、運転台系基板はダークグレーの配色である。運転台は、車体中心線中央部に配置されており、系基板には、車内信号対応の速度計。 圧力計、表示等画などがある。主管制御器は連結、開放作業時や急行バイト判事の起動制御を考慮して、横軸式、ツーハンドル式であり、左にマスコンハンドル、右にブレーキハンドルを配置するものである。乗務員室には小型のユニットクーラーを設置している。保安装置には、京成電鉄、新京成電鉄、北総鉄道、 京浜急行電鉄、都営地下鉄浅草線で使用されている更新型の CATS と大江戸線で使用されている新 CSATC を搭載している。列車無線は浅草線用の誘導無線と大江戸線用の空間波無線を搭載する。制御装置はドイツシーメンス社製2レベルのイベット VVVF インバータ制御を採用した。 制御方式は1台のインバータで1 9 0キロワットの主電動機を4台制御する 1C4M1 群制御である。リニアモーターは備えておらず、大江戸線内でもリアクションプレートは使用せずに、通常の車輪による動力走行である。ただし、シーメンス社製の VVVF インバータ装置及び、主電動機は2017年に東洋電気製造が導入した。 VVVF インバータ装置、主電動機に交換されている。補助電源装置は、イベット素子を使用した、静止系インバータを搭載しており、改装時の12から0 0型に電源を供給できる、最低限の容量を確保している。空気圧縮機は起動装置、除湿装置などの周辺機器を一体箱に収納した、ユニット型のスクリュー式コンプレッサーである。SIV 装置、 蓄電池、空気圧縮機、空気タンク、ブレーキ作用装置、保安装置などは、機器室内に配置しており、これらは保守性や機能性と、重量バランスを考慮して設置している。終電装置は、シングルアーム式パンタグラフを搭載している。浅草線と大江戸線の車両限界の違いによる、河川の高さの違いから終電船支え装置の異なる2種類がある。m c 浅草専用を2台、MC2 には大江戸専用を1台搭載する。台車は川崎重工業製の軸量式、ボルスタレス方式で、浅草線車両では初めてのボルスタレス方式台車である。形式は運転室側が T-1 ダー型、連結面側は T-1DB 型と称する。基礎ブレーキ装置には片押し式のユニットブレーキが採用され、 車輪系は 860mm、駐車ブレーキを装備している。各車輪には空転を防ぐため、増粘着装置が備わる。ありがとうございます。